西岡剛チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。今日も始まりました。今日もですね、前回に引き続き、ビッグなゲストをお呼びしております。今日のゲストは、藤波晋太郎選手でございます。はい、おめでとうございます。おはようございます。おはようございます。元気？元気です。でかいな。よく言われます。どう？でも今回、まあ、早速やけど、はい、ポスティング制度が、ね、解禁になって、はい、まあ、阪神球団にも理解を示していただいて、はい、今の心境はどうですか？まあ、ワクワクっていうのと、まあ、結構やっぱ不安もやっぱりありつつ。不安ある？不安ありますよ。不安はどういう不安？やっぱまあその、まあ、もちろん活躍できるのかなどうかなっていうのは、まあ、それはまあ腕っぷしのところなんですけど、うん、まあ、そのチーム馴染めんのかなとか、うん、まあ、そのアメリカっていう文化に馴染めんのかなとか、うん、まあ、言葉とかいろいろあるでしょうし、うん、まあ、そういう不安とかも。そうですね、意外と、まあ、今日はね、どっちかというと晋太郎が小さい時からどういうふうに野球に携わってきて、はい、そして今現代にどう至ってるかというところをちょっと深掘りしていきたくて、はい、晋太郎兄弟は弟一人いてます。家族構成も弟一人で長男、はい、長男です。何個違い？2個下ですね。晋太郎が野球始めたきっかけって何？親父がもともと高校まで野球やってて、うん、まあ、それでこう家の下とかでよくキャッチボールしてもらったりとか、プラスチックマットとかこう柔らかいブリブリのボールとかで野球して遊んでたのが、まあ、きっかけですね。何歳ぐらいの時？いや、それも本当3、4歳ぐらいからずっとその遊びしてて、もうなんか物心つく時にはそういう環境にいた。そうですね、遊びの中にも野球があったっていう感じですね。そのまま小学校、中学校、はい、でまあ、高校は僕と一緒に大阪桐蔭っていうところに 入るんやけども、その中学校の時に、まあ、俺も小さい時に PL 学園行きたいっていうのを目標にしたりしてたんやけど、晋太郎ってなんかそういうのは目標あった？大阪桐蔭はありましたね、自分。あ、意識してた？意識してました。大阪桐蔭、まあ、当時まだ PL も強かったんで、うん、まあ、桐蔭とか PL とかに行きたいなと思って野球やってましたね。それ何歳ぐらいの時にそういう目標を置いたの？なんかまあ小学校の時からもプロ野球選手になりたいってずっと言ってたんで、うん、じゃあプロ野球選手になるためには甲子園出るような学校に行かないといけない、うんうん、まあ、今そんなことはないんですけど、うん、そう思ってて、うん、で、まあ、そのためにはそういう高校に行ける強い中学のボーイズシニアに行かないといけないと思ったので、その小5小6ぐらいの段階でそういうふうにはイメージはしてましたね。そういう強いチーム行くっていう。大阪桐蔭に入るってこう決めたのは中学何年生の時？もう中3の本当ね、自分決めたのは10月11月ぐらいです。めちゃくちゃ遅かったです、決めたの。それまでやっぱ高校いろんな高校。ああ、そうですね、はい。何校ぐらいあった？どうなんですかね、うちのチームがこう何ですかね、ある程度監督とか指導者がこの辺がいいだろうって絞って、うん、教えてくれるんで何校とかちょっと分からなかったんですけど、うん、自分に教えてもらったのは10ないぐらいですかね。晋太郎が見てたその大阪桐蔭のさ、はい、その小さい時に、まあ、大阪桐蔭強いなと思って見てた世代って、はい、まあ、僕らよりももっと下の。そうですね、ちょっと下ですね。どのぐらいの世代を見てたの？自分が一番最初大阪桐蔭っていうのを認識して、うわかっこいいなと思ったのは辻内さんと平田さんの世代ですね、とか中田さんが1年生の時ですね、うんうんうん、その世代を見て大阪桐蔭行きたいって思う選手なんかめっちゃ多いねんな、はい、この前森くんとも、はい、一緒にここで話してて、はい、やっぱり辻内、平田、うん、中田翔っていう名前が出てきて、いや、そうですね、ちょっと、まあ、当時小学校4年、5年ぐらいだったと思うんですけど、うん、ちょっとなんか衝撃的でしたもんね、自分の中でこう大阪桐蔭っていう学校、その当時の今とはちょっと毛色が違うというか、当時の大阪桐蔭ってもっとこう豪快というか、うん、なんか打線もなんか破壊力みたいな、そんなチームだったんで、その今の大阪桐蔭と、まあ、もう一つ世代、まあ、僕とか辻内、平田、はい、中田翔の世代って、まあ、同じような多分カテゴリーやけど、はい、まあ、根尾君、藤原君ぐらいからなんか大阪桐蔭のカラーが変わってきたかなと思うんだけど、はい、そういうのって感じたりする？いや、自分らの時とも全然違うなと思いますね、やっぱり。うん、もっと、まあ、なんか洗練された野球するなと思いますし、うんうんうん、で、まあ、よりなんていうんですかね、こうやんちゃ集団というよりはエリート集団みたいな、うん、変わっていったよね、イメージとしては。その大阪桐蔭入学して、はい、うん、まあ、西谷先生の元、はい、
約2年半かな、はい、まあ、3年間じゃないもんね、約2年半、そうですね、うん、過ごした日々っていうのはどういうところを成長させてもらった、はい、いやもう全部ですね、その野球人としてはもちろんそうですし、うん、やっぱ西谷先生ってこう、まあ、話すごい上手じゃないですか、うんうん、人の心掴むのがすごい上手な人なんで、うん、まあ、自分の今のこの野球に対するとか物事に対する考え方捉え方っていうのも西谷先生のこう話がベースになってるのを気にしますし、わかる、そうですね、なんか物事捉える時も、うん、ああ西谷先生こう言ったなみたいな、そんな感じで捉えるようになってますし、まあなんですかね、染められてるって言ったらちょっと語弊ありますけど、うん、西谷イズムに染まった2年半だったかなと思いますけど、うん、まあ、俺もあの大阪桐蔭で、ね、西谷先生の教育を受けて、はい、まあ、今に至るけど、まあ、今僕はあの北九州フェニックスっていうところで監督してんねんけど、はい、やっぱり西谷先生がやってたこの指導の仕方とか、はい、まあ、言葉発言にしても、はい、どっか西谷先生もこういう風にしてたなっていうところがやっぱりどっかに残ってて、うん、はい、やっぱり西谷先生のそこが、ね、卒業した OB の人たちにも、うん、その大阪桐蔭っていう教育させてもらった、西谷先生のもとにさせてもらった理論とかそういうのが残ってんのかなって未だに思ってて、はい、その西谷先生の教育で一番、まあ、一番って言ったらおかしいけど、はい、やっぱここがブレずにずっと やってるなっていう部分とかなんか感じる部分ある？西谷先生自身の指導ですか、うん、どうですかね、ブレ、あの人ブレないのはその野球本当に好きやなと思うんで、うん、本当にこうなんていうんですかね、西谷先生自身のためにやってないっていうのはそのずっと変わってないなっていうのは本当に選手のことをその入り口から、うん、学校入ってくる入り口から出口まで全部面倒しっかり3年間見ますし、うんうんうん、そうですね、それが今も昔もこうたまに挨拶も行くんですけど、うんうん、まあ、相変わらずやなと毎回思う。毎回オフにさ、はい、あのベビースターラーメンを大量に持っていく意味っていうのは何なの？いや、あれはね、うん、あれはもうなんかマスコミがその正月の挨拶毎回取りに来るんで、うんうん、なんか絵作りじゃないですけど、うん、サービスじゃないですけど、一回やってしまったらもうなんか引けなくなっちゃって。てか、大量すぎるよね。いや、それもっていう。あ、どんだけの量準備してんの？はい。どんだけの量準備してんの？あれね、あれこれぐらいのちっちゃい袋あるじゃないですか。うんうん、一番最後に持ってた時1000個ぐらい持ってったんじゃないですか。1000個？はい。それどうやって1000個買い占めるの？いや、コストコにあるんですよ、そのパックに。あ、パックがね。パックにやったやつが、うん。それをこう、見れるように詰め替えて、ビニール袋に詰め替えて、持っていくっていう。ちなみに、はい、それ渡して、はい、また翌年持っていってるやん、はい、毎年持っていってるやん、はい。あ、1年でちゃんと消費してはるの？消費してるみたいですね。西谷先生は ほとんど食べないらしいですけどね、あれ実は。あ、そう。実はほとんど食べないらしいです。たまに食べるらしいんですけど、うん、あれはでもその、学校来たメディアの方とかが、なんか、うん、これそれがベビースターですかって、あ、もうじゃあもうぜひってこうなんか配るみたいな、ね、縁起物みたいなのになってるらしい。あとは選手が最初1年生とかグラウンド鍵閉めあるじゃないですか、あれの時とかスタッフルームとかに置きっぱなししてるんで、それをもう先生でうわめっちゃいいことしてるやん、かっさらってるみたいですけどね。いいことや、はい、あの西谷先生でベビースターでも俺らの時から、はい、ベビースターでも食べてたよね。ああ、好きなんですかやっぱ、うん、ベビースターとか、はい、アイスクリームとか。ああ、アイスクリーム、ね、西谷先生のあの車の中って見たことある？ああ、ナイスナイス。いつも助手席、はい、あのお菓子のゴミでいっぱいとか。え、マジですか？いや、自分らの時なかったです。綺麗でした、はい。俺らの時はね、いつも西谷先生の車パッて見たりしたら、はい、いつもお菓子が助手席に溜まってて、はい、お菓子好きっすよね。お菓子好き、ね、ハイチュウとか、うん、あとハイレモンとか、あのヨーグレットみたいなのあるんですか、このタブレットね。毎年なんか一段とでかくなっていって体は大丈夫かな糖尿とか。いや、そっちはなんか数値は大丈夫らしいですけどね。ああ、そう、聞くところによると膝悪いと聞きます、ね、まあでもあの膝悪なるよあれは。なりますよねあれ、うん、まあ、ただでもあのベビースターラーメンをこう定着させたのはやっぱ慎太郎よね、はい、いや、まあなんかね、その世間的にこうなイメージづいたのは、いや、あれね、あれやってからなんかあのベビースターっておやつカンパニーっていう会社から、うん、出してるんですけど、うん、そっからお礼状来たりとかお礼の品が届いたりとかだってあれが記事になったらすごい宣伝になるもんな。いや、すごい宣伝効果、おやつカンパニー。都内で、スタジオやマンション、アパート、賃貸を運営している和光建物株式会社とコラボレーションして、撮影しています。詳細は概要欄の URL をご覧ください。慎太郎甲子園何回出たんかな？
甲子園2回しか出てないです。3年生の時に、はい、3年生の春夏、春夏連覇、はい、その春夏、ね、連覇した時って、まあ、慎太郎はもうチームで、はい、まあ、あの世にも、はい、大阪桐蔭といえば藤波慎太郎っていうのがすごい大々的にニュースされて、はいはい、すごい注目を浴びたと思うんだけど、はい、その時の心境とか辛さとか、はい、そういうなんて感じることあった？高校生の時は全然思ってなかったですね、注目されることについては。それよりもこう周りは注目してる、勝手に注目してるだけ、うん、でも自分は自分らの野球をやるだけっていう、本当それにこうやることだけに集中してたんで、特化したんだね、まあ、そういうふうに教えられてきましたし、それに集中できる環境とか日々の教育だったんで、うん、まあ、本当にブレずにこう甲子園でどれだけメディアに騒がれようと何しようと自分たちは勝つことに集中するだけっていうだけでしたね。あんまり気にしたことなかったです。大阪桐蔭のなんかこう教育的に、はい、あの甲子園出るのはもう当たり前だと、はい、日本一取ることを目標にして練習するんだと、ね、はい、だから練習も日本一の練習量、うん、いや間違いない、練習の、ね、質もしていくんだっていうのが西谷先生が常に考えてたことで、はい、練習はやっぱきつかった。よかったですね。いや走らされた、いっぱいめちゃくちゃ走りましたね。あのポールポールポール、タイム切りも、はい、タイム切りね、はい、厳しいですね。あとはあの坂ダッシュ、坂ダッシュも、はい、あの入り口のところの坂ダッシュもしますし、あ寺行かなかったですか、強さの時奥の寺行って、あ行ったよ行ったよ行った、あの山道をね、山道走ってって、うん、寺の階段ダッシュとかあの、うん、坂とかやった走るとことか、あとは学校の授業終わった山、あ山ランね、1年生の時ありますね。あれ何分切りとかタイム取った？いやタイムなかったです。あそう、はい、昔あったらしいですね。そう俺はあって早い人で15分か16分ですか。そう、はい、よいや多分慎太郎も多分いけるよ。バックも持たずにもう用意ドーンでしょ。ドーンですよね、はい、そうやねんな。でも春のまあそのさ甲子園優勝して、はい、まあ喜びもあって、はい、でも高校3年の最後ってやっぱ夏に なるやんか、はい、やっぱ予選からっていうのはプレッシャーっていうのは相当感じた？プレッシャーはなかったですね。気負いもなかったですけど、うん、でもただすごいなと思ったのは1回戦公立高校と当たったんですよね、うん、豊中ローズ球場っていう、まあ、大阪の球場なんですけど、うん、まあ、超満員で、うん、そこでこうパッて初回投げて 2,3 球目ぐらいにバッターが普通にファール打ったんですよね、後ろに、うん、バットにファール打っただけでドゥワーって盛り上がって、いやそれはバット当たるやろみたいな、自分が投げたまあ慎太郎の球だね、投げてバット当たったねみたいな。でも3番かなんかにツーベースかスリーベース打たれたんですよ、うん、もう負けさよなら負けしたかのようなどんちゃん騒ぎで、あこれはすごいなと思ったんですけど、まあ、まあそこから大きくはでもぶれなかったですね。ああそういう風になってんやな、ああそうですかっていうだけだったんで、うん、まあまあそのまま夏の甲子園もさ出場して、はい、まあ、春夏連覇っていう偉業を成し終えてさ、はい、この高校生そういう終わり方したっていうのはすごい満足度は高かった、はい、ほっとしましたね、本当。ほっとしたっていうか、ああやっと終わったっていう感じですね。まあ、プレッシャーもあったんですかね、気にはしてなかったですけど、と、まあ、あとやっと高校3年間終わったっていう、うん、そのきつい練習とかそういうのが終わったっていう感じの方が、あの最後三振取って終わるんですけど、うんうん、その時ガッツポーズした瞬間は、やっと終わったっていう、そうっていう方が、よっしゃやってやったって、春の方が、春はそんな感じやったんですけど、うん、春はなんかね、その勝てなかった、勝てないってよく言われてて、メジャーみたいじゃなくて勝てないって言われてて、それを覆してやろうと思って冬の練習頑張ったんで、まあ、それが証明できて、よっしゃやったったと思ったんですけど、夏はよっしゃ終わったっていうのが、分かる分かる分かる、強かったですね、自分の中では。もう家にも一回帰れるし、はい、実家帰ってっていう、ね、高校野球終わったっていう感じでしたね。まあそこから次はドラフトがあって、はい、まあ、慎太郎が小さい頃から夢見てたプロ野球球団に入んねんけど、はい、ドラフトって何球団声かかったか？ドラフト4球団でした。4球団、はい、阪神と阪神、オリックス、ヤクルト、ロッテです、ね、ロッテ、はい、この4球団のうち、まあ、どっか行きたいなっていうところがあった？あいやなかったですね。どこでも？どこでも、もう12球団本当どこでもって言ったんで、うん、でまあそうですね、前日までに阪神とヤクルトとオリックスは藤浪を1位で指名するって、うんうんうん、公言してたで、うん、当日のびっくりで当日指名でロッテ、うん、多分松本さんの入ってますけど、うんうんうん、で、まあ、当日指名でくじ引いてるのが阪神って感じだったんですけど、まあ、その中でも阪神タイガースっていうのはさ、はい、もう関西ではすごく注目度高くて、はい、まあ、大阪に住んでればね、まあ、そうですね、もう朝も阪神タイガース、う
夕方も阪神タイガース、はい、新聞も常に阪神タイガースが一面を飾ってる、はい、まあ、人気球団、もう高校でそんだけの注目度を浴びてるのに、はい、さらに注目を浴びるような球団に行くことに関しては、はい、なんかプレッシャーとか、はい、わこれちょっと不安やなと思うこととかない？不安、まあ、なくはなかったと思いますね。もちろんプロの世界に飛び込むっていう意味では、うんうん、阪神だからっていうのは特別なかった。あ、まあでも昔からその阪神ファンの熱量というか、うん、その関西の阪神に対する一種の文化で、はい、文化で、はい、一種の文化に近い生活の一部っていうぐらいの熱量の球団っていうのはすごい頭の中にあったんで、うん、あ、活躍できへんかったらすごい言われたりするんやろなっていうのはその時から思ってました。うん、親は喜んでくれた阪神？あ、いや、親は、まあ、母親は阪神ファンだったので、うんうんうん、まあ、まあでも阪神入ったから特段っていうわけではなかったですね。うん、阪神球団で、まあ、俺もたまたまね、はい、アメリカから帰ってきた年と、はい、慎太郎が入ってきた年が一緒の同期でね、はい、阪神に入団することになって、まあ、俺は大阪桐蔭のすごい後輩が来るんだと思いながら、はい、まあ、あんまり近寄らず、はい、なんか遠目に見てて、はい、まあ、俺はさ、その前からもうプロ野球っていう世界には入ってたから、はい、まあ、客観的に見てても、まあ、阪神タイガースだったり巨人だったりっていうのは注目度がね、プロ野球の中でもズバ抜けてるから、うん、まあ、俺はまあロッテからスタートして、はい、まあ、どんだけ活躍してもそんな一面に乗ることも少なく、うん、まあ、静かにこう成長させてもらったんだけど、はい、まあ、阪神っていうのがすごい大変なところに入ってきてるなと思ってんけど、うん、小さい時の、はい、あのプロ野球はどこのファンとかあったの？自分ジャイアンツファンでした。ジャイアンツファンなんや、はい、誰が好きやったの？高橋由伸さん好きでした。わー、渋。由伸ファンでした。わー、かっこいい。野手なのに？野手でしたね。自分ピッチャー、その本当小さい時ですけどね、小学校ぐらいの時は、うんうん、そうですね、小学校ぐらいの時は由伸さんファンでしたね。中学生とかになってね、野球とか分かりだしてくると、ああ、ダルビッシュさんかっこいいなとか、うんうんうん、ピッチャーの方になってきましたけど。慎太郎ってもう小さい時からずっとピッチャー？ずっとピッチャーです、はい。ピッチャーとが、まあ、中学でピッチャー兼外野手。でもバッティング好きやろ？バッティングめっちゃええもんな。いや、バッティング好きですけど、センスないんですよ。いや、センスあるやろ。いやいやいや、当たれば、掘り込めんねんから。当たれば飛ぶんですけど、当たらないんで。だって、プロでもホームラン、右中間に掘り込んだりしてたもんね。あ、はい、3本打ってます。なあ。いや、でもまあ、当たればっていう感じですね。でもセンスはないですね。1年目からこうローテーションに入る楽しさ、はい、苦しさ、はい、いろんなこの感情面っていうのどんな感情で戦えてたの？分からないことだらけだったんで、全部がこう経験なんで、うん、4年目にさ、はい、なんか成績が落ちて、はい、何のネジが狂ったの自分の中での？はい、周りからそのバッシングですよね。バッシングと、うん、